こんにちは。美容と健康はイコール。広島県安芸郡海田町にあります美容整体サロン癒しんさいの井川です。今日はデスクワークの方や座っている時間が長い方への椅子を使った腰痛予防改善のストレッチをご紹介しようと思います。まず足を組みます。組んだ足ではない反対の手ですね、持っていただき、膝の上に手を乗せていただきます。反対の手は椅子の後ろに回していきます。そしてぐーっと回していきます。この時に深呼吸をしっかりすることを忘れないようにしてください。そうするとかなり背中や腰が伸びている、のを感じられると思います。はい、これを10秒ですね。そうすると反対です。反対も深呼吸をしながら10秒やっていきます。はい、これが終わると次ですね。次は足を膝の上に置いていただき、手を持ち支えてもらいます。この姿勢で前にぐーっと倒れていきます。この時もしっかり深呼吸をしながら倒れてください。痛いと感じるところよりも心地いいと思うところで止めてください。痛いとこまでやってしまうと筋肉が緊張してしまいますので。はい、これを20秒ですね。していただきます。太ももやお尻がかなり伸びているのを感じられると思います。これも反対をしていきます。深呼吸をしながら20秒です。このストレッチすべてで60秒でできるようになっています。仕事の合間や疲れたと感じる時などやっていただけると予防改善になると思うので、皆様もぜひやってみてください。ではバイバーイ。